カップを曲がっていくことができます。夏井中央器用に泳ぐ姿をお楽しみいただけたでしょうか。さあそしてこのままペンギンたちはお部屋の方の掃除が終わりましたので、そこの A ボックスの方へと入っていきます。さて東小道向こうのお部屋に移りました。お子様ペンギンも満足をしていただけたと思います。さあでは私の姿を見せてくれたペンギンたち、さあここで再びジムに、そして村崎が私の近くへとやってきております。